辻、または、辻ゥゥは、モンテネグロ東部の町、マレスヤエマズエ地方に位置し、アルバニア人が多く居住している。かつては、ポドゴリザ自治体の会に属する自治体であったが、2018年9月1日に、単独のオプシティナ、コムユナへ昇格した。基礎自治体としての現地名称は、アプスティーナ辻、ゼー、コムナイーチューズと。トゥジは、ポドゴリザから、 アルバニアのシュコドラに至る鉄道と道路で南東へ1 0トルほど行った場所に位置する。町の数キロメートル南にはシュコダルコンが広がる。富士都市自治体全体の人口は2011年、現在12,096人おり、富士自体は4,857人が居住している。人口の60%はアルバニア人が占め、37%はムスリム系のスラブ人。 モンテネグロ人などが占める。宗教ではカトリック教会が多数派を占め、続いてイスラム教が占め、正教会はわずかである。ここ10年、辻へは多くの人が移り住んでおり多くの住宅地が山間の村落やさらに北側へ広がっている。辻にはダイナス派、マイルッシュベクサン・ラコジ・シュクルック・ドレシャーチ・ノルヘルム、ベレイン、レコッチ・アンドリゲスの村落が含まれている。 1957年までは単独の自治体であったが、ポドゴリザ自治体に編入されて、以降は議会や市長など独自の自治権は制限されていた。大多数を占めるアルバニア人は繰り返しマレスや地方の内モンテネグロ領内に属する地域の町や村落を独立した自治体として自治権の獲得を求めていた。長年にわたる運動の結果、都図は2006年に ポドゴリツァを構成する株自治体となり、2018年には単独の自治体へ復活することとなった。国内ではウルツィニの次にアルバニア自治体連合へ加盟した。15世紀以来、3世紀にわたり都時はオスマン帝国の支配下にあった。大部分はアルバニア人であるが、イスラム教への変容の過程で氏族が発生し、それらの大部分は独立した。 生活様式を保っていた。氏族は古い慣習に従って20世紀の初めまで暮らしていた。1865年にオスマン帝国は行政機構の改革でシュコドラ州を追加した。1878年のベルリン会議によってモンテネグロの独立が認められた後も辻はオスマン帝国の領域として残された。 富士は当時、ポドゴリツァからシコドラへ達する幹線道場の国境地点であった。1911年に富士ではアルバニア人のオスマン帝国の支配に対する反乱が起こった。反乱はディデフ・ホルリ・ディドベコッチが率いていたが、彼はアルバニアのシンボルであるスカンデルベグの古い旗を使用した。地元の人々がアルバニア独立のために戦っている間に、 第一次バルカン戦争が勃発した。モンテネグロの軍は、シュコダルコ地域全体の占領を試みとじはそれ以来、モンテネグロの一部として残っている。ありがとうございます。